これは罪を犯したボビー・オロゴンをお前さ反省させるためのはい、そこ見ない興奮しちゃってさみそぎの旅いや、来た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 ボビバラボビー、ただいま反省中反省の場に選んだのは一泊二日の宿坊お経を書き写したり瞑想を行うことで心の邪念を取り払っていきますそしてこの修行でボビーの煩悩がどれだけ取り払われたかを検証するためお寺の部屋を掃除してもらうのですがケインはあるトラップを仕掛けていました牛乳ちゃんどうぞ牛乳ちゃんはいする職人牛乳ちゃんです果たして煩悩を抑えることができるのでしょうかはいそこ見ない牛乳ちゃんごめん雑巾で拭いてもらってもいいですかはい、はい、ここもおかんじゃんこれもらうねはいありがとうちゃんと集中してやってるかなやってます。オッケー、オッケー。何、いくつなんですか。ボビーどこ見てんの。見てね。どこ見てんの。見てね。っていうかここを掃除しながらずっと目あっち行ってるよ。見てねえよ。こっちのちょっと掃除しようか。すげえね。何がすごいの、ボビー。掃除。掃除がすごいの。掃除の何がすごいのか、うん、おかみがエロいんですおかみそんな掃除あるの牛乳ちゃんのお乳に思わず反応してしまうボビー煩悩を取り払えれば気にならないはずなんですが、牛乳ちゃんはでもいくつですか24歳で若いね若いねちょっとこう静かにね静かにこうちょっと集中しながら、ね、自分の心を磨くような感じではい、はい、掃除してくださいあまりにもこんな一生懸命見てて本当に大丈夫ですか何か目飛び出そうだよちゃんと掃除してくださいちょっと待ってこの掃除してられないやばいって煩悩を取り除いているならばそんなの気にしないはずですよはあそんな男いるはい俺は無理かもしれないなあなただって見てたよそれは見ましたいいな、いい立場でもあなたのアングルと俺のアングル全然違うからねすげえんだよすごいの牛乳ちゃんセクシーが溢れ出すぎたようです牛乳ちゃんごめんねあっち向いてもらっていいはい、はい、そうだなそっちの方がいいなねそう、はい、最初からそうしてくれよそうだね俺掃除集中できなかったからな誘惑ない方がいいよねそうだな胸元誘惑だらけだったらねボビーせっかく今向こう向いてもらってんだからなんとどうしたこの子おかしいって何がケツがプリントしてそんな掃除し方あるいやだって今あっち向いて今掃除してるわけでしょほんまガン見だろそれガン見はダメですよあ
お尻折ってるでしょ。だって掃除の仕方がさ、見たことねえからさ、見ちゃうわけこうだよ、こう、こんな掃除仕方ある、ある。まあ掃除だけ真面目にやってますよ、私は。真面目かな。誘惑されても絶対見ないっていうか、見ない見ない。強い意志で再び清掃を始めたのですがすげえ、この掃除の仕方ある牛乳ちゃんセクシーピストンですダメだはい、だってさ、はい、掃除するのに工場芸で行くか。いや、伸ばして伸ばして戻して伸ばして伸ばしてる、それはそうなっちゃうよね、うん、おい、言われたとしてもお前断れそれおかしいじゃん、だって俺は無理俺は無理、まだまだだな、ボビーも。え、煩悩を刺激する職人牛乳ちゃんに乾杯のボビー。これではママに合わせる顔がありません。ボビーの煩悩を取り除くための宿坊、授業を終えしばし休息の時間です。ボビー、はい、誰？あ、あの人いいんだよ、入るよ、お風呂行こう。待てて、開けないで。何よ、うん、何、どうしたの、何してんの、それ怪しい、何してんの、何もない、何隠してんだよ、何も隠してない、何やってんの、何今隠してるべ、明らかに怪しいもん、怪しい極まりないでしょこれ、ほら、なんバッグじゃん、何、別にいいじゃん、バッグ、バッグぐらい、バッグ、俺のバッグだよいいじゃん、何やってんの、あ、お前何これ、お前さ、精進料理食って、まこういうの食っちゃいけねえ、何、ま手にチョコボール持ってんだよ、おい、何これ、アーモンドチョコじゃんこれ、食べる、食べるじゃねえよダメだろ、お腹いっぱいになってなかった、だからと言ってね、ダメでしょ、全然修行の心になってない、何も反省してない感じ。隠れてお菓子を食べていました。これはいけません。何これ、ビッグ粗挽きソーセージでも開けて、これからいかにも食べようとしてんじゃねえかこれ、入ってきちゃったかな、入ってきちゃったじゃねえよお前さ、これも一個空っぽになってんじゃん、何個入れてんだよこれ、残ってるよ、残ってる、いや残ってるじゃねえよお前、何個入れてんの、おお、いや、お前何しに来たのここに、まだ食べてない、食べてんじゃんバリバリ、開けて、しかも一個なくなってるし、味見だけだ、味見ってお前一個なくなってんだよ、これでも食べちゃダメって言ってないよ、いや言ってないけど、言ってるようなもんでしょ、あの食事が出て、うん、ね、あれでありがとうございます、いただきますして、ごちそうさましたわけでしょ、うん、没収、あ、没収、そうだ、ね、没収、そうには言ってない、いや没収もこれダメ、自分コントロールしろよ、ね、できなかったらこの目にやってねえかな、しかしこのあと思いもよらない事件が。さて、長かった1日目も終わり、そろそろ寝る時間です。ボビーはおとなしくしているのでしょうか。ボビー、ボビー入るよ、ボビー、ボビー、ボビー、あれ、ボビー、あれ、お、
待って、ちょっと待って。おい、の、なにこれ。しかも食ってるし、浴衣も脱ぎ捨ててるし、あの野郎どこ行ったの。なんとボビーの姿が見当たりません。どうしたのでしょうか。いない。まさかの脱走。本当に逃げてしまったのでしょうか。いや、山の中だよ、だってここ。まあ、道をたどっていけばまた町には戻れるんだろうけれども、鴨川だからね、車で1時間よ、ボビーのとこから。静かだね。これも携帯置いてきちゃったし、電話のしようがないのに。あ、いいっすか。はい。もしもし、ボビー、お前どこいんだよ。え、何歩いてるって。え、なんであそこにいないの、お寺に。何帰りたくなったって。知らねえよ、お前ここで一晩泊まるってことになってんでしょ。いや、明日じゃなくって。あ、切ったあいつ。ちょっとあの野郎。ちょっともう解散です、とりあえず。はい。船員さんは呆れてお寺へ戻ってしまいましたが、スタッフはもう少し探してみることに。あ、マジでいねえ。どこ行ったんだろう。あ、ボビー、あ、ボビーじゃない、あ、ボビー、ボビー。いや、いない。見失ってしまいました。逃げ出したボビーを捜索。さらにとんでもない急ぎがボビーを待ち構えていたんです。